僕はゲームが大好きなんで、ドクターストーンで、まあ、文明を作っていく、スキルアンロックしていくみたいな、サンドボックス型のゲームとかあったら、単純にやりたいですね。もうビジネスの話じゃなくて、単純に僕がやりたいです。まず最初に、キャラクターのこういう部分、見せ場を見せたいっていうのがありまして、それを見せるためにストーリーが後からまずついてきます。そしてそのストーリーを作るためにはこんな発明編がいるんだけどということで監修の先生に相談していくっていう流れですね。もちろんそれで監修の先生に相談して、いやさすがにその発明編は現状は無理だってなると、またさらにいいストーリーを求めてっていう感じで、まあ改造していくっていう感じになります。まず僕がネームというのを決めます。アニメでいう絵コンテみたいなものなんです。そして、例えば新キャラクターが出てきた時とかは、そこにキャラクターの、まあ、ざっくりしたこんなイメージですよっていうデザインを入れる。そしてそれをボイチ先生に送るんですけれども、もちろん絵のボスはボイチ先生ですので、それに基づいてボイチ先生がキャラクターデザインをしてくる。そうするとまあまあ割と僕のイメージに近いものが来ることもあれば、ボイチ先生のオリジナリティが乗ったものが、すごい乗ったものが来ることもあって、それが戻ってくると今度は逆に僕の方から、おこのキャラこういうやつだったんだってなって、どんどんインスピレーションが湧いてくるっていう、割とキャッチボールですね。イエクイナキロ先生さよくコンティロ굉장히훌륭한그저기그작품을보내주세요그럼저는그거를보고혼나상이랑이제그스토리의진행이라든지뭐또혹은과학적인부분이라든지에대해서토론을한다음에이것을이콘티에묘사된그이야기혹은이제크래프트이런것들을어떻게좀리얼하게묘사할것인가또캐릭터들의마음을좀더어떻게담을것인가이런것들을생각한다음에작업을하고있습니다センクは基本的に必要に迫られて発明品作っているので、まあ、これがお気に入りというのは特にないんですけれども、あえて言うと割と最初の方に作った蒸留機、土器で作った蒸留する装置がありまして、それメソポタミア文明のやつらも土器で蒸留してたんだってセンク言いながら作るっていうところが、すごく地道な努力をするセンクのキャラ性をよく表してると思うんですね。そして実際それでやろうとするんですけれども、いきなり全部崩壊して大失敗する。そして泣きながらまた一から作っていくっていう、すごく彼の魅力をよく表してるシーンだと僕は思ってて、そういう意味であの蒸留機は好きですね。いえ、닥터스톤에나오는발명품은요저는전부다너무좋아하는데요예이거는이래서두근거리고저거는저래서두근거리고그래서너무너무좋거든요그래서다좋아하지만그중에서역시가장인상적이었던거는저는설파제를만든게가장좋다고생각합니다왜냐하면은센쿠가사람을구한거니까요예그걸통해서또많은사람을구할수있고요역시센쿠가의학적인발명을한것이저로서는아이것이우리의센쿠구나라는생각이들어서가장기뻤습니다そうですね。最初にこの漫画を作るときに、何でもできちゃうスーパーヒーローじゃないかっこよさってあるんじゃないかって思ったんですね。実際の生活の中では人間ってそんな何でもできることなくて、できることってすごい限られてるわけですよ。でもその中でその自分ができることを精一杯一歩一歩地道にやっていくことって、まあ見過ごされがちなんですけれども、実はすげえ人としてかっこいいことなんじゃないかっていうふうに僕思いまして、それを表すために作ったのがこの漫画ですね。だから千空は最初石化したっていう、本当に何もできない状態の中でも、じゃあ自分にできるのは何かっていうことで、ひたすら秒数を数え続けるっていうことを3700年間やり続けるって、こんなやついたらとんでもねえなって思ったのが最初のきっかけです。ダクターストーン같은경우에는요그저의삶의여러가지가그반영되어있는데요예를들자면은라면을만들때썼던강아지풀같은경우에는요사실한국에서는많이들먹어왔고저도옛날에굉장히많이먹어왔던거거든요그래서그먹었던기억에그런것들이또담겨있고요또어렸을때좀뭐메뚜기를잡으러다녔다든지또뭐강에물고기를잡으러다녔다든지이런기억이있기때문에또그런것들도에그기억이반영되어있다고생각합니다
はゲームが大好きなんで、ドクターストーンで、まあ、文明を作っていく、スキルをアンロックしていくみたいなサンドボックス型のゲームだったら単純にやりたいです。もうビジネスの話じゃなくて単純に僕がやりたいです。あ、ドクターストーンは내등장하는모든이야기들은요사실은저는꿈이현실이되는순간이라고생각하고요너무좋고또과학으로사람들을지켜내고또생활을좀더나아지게하고그다음에이세상에혹은자연그다음에우주 에기여하고인간에게닥친큰과제를해결해나간다는것이런것들이아그과학을좋아하는사람으로서정말이랬으면좋겠다또과학자들은최소한이렇게노력해왔다이런생각이들어서굉장히항상기쁘게생각하고있습니다